この3ヶ月でなんと体重が12キロ太りました。原因は暴飲暴食と聞いています。ほとんど家に帰らなかったと聞きました。議長さん万歳。12キロ太った人たい、どうぞ会場でまたご披露ください。ありがとうございます。さあ、こんなエピソードを用意しています。会場の皆さん、もしよかったらあなたのこの夏のエピソードをお知らせくださいね。本部席の方で受け付けています。この夏のエピソードを教えてください。本日はたくさんご来場いただきまして本当にありがとうございます。時間の許します限り会場内またゼロロカでお楽しみください。本日は第15回を迎えましたゲゲゲの鬼太郎ネタ飛ばし大会開催中です。観光客の皆さん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。今日1日限定のイベントです。さまざま今日立ち寄った観光客の皆さんもどうぞご参加は可能です。参加自由、大人500円、子供は300円です。ペア、カップルのブレスト1000円となっています。この参加時には滝通りやそれからカラクジラジのプレゼントがついていますので、ぜひご参加ください。そして当て付きについてはですね、参加商品がとっても豪華なんです。例えば特徴を少しご紹介をすると、 DBS インスタンドリンク号で置く韓国フェアチケット、あとは会計鶴屋豪華お食事券、また会計人の屋豪華お食事券、他にもヘブトレ熟練ヘブトカートを用意してありますので、先着順で選ぶことができるんです。他にもたくさん商品ご用意していますので、カラクジありません。参加500円、子ども300円、ペア、そしてカップル1000円となっています。ぜひお気軽にご参加ください。参加したいという方は会場入り口中央のテントで受付をしています。どうぞお気軽に近くのスタッフに声をかけてくださいね。本日は境港をお越しいただきまして誠にありがとうございます。これから続く鬼太郎ロード800m の間に鬼太郎ブロンズ像が153体に増えました。本当にありがとうございます。ご来場いただきました観光客の皆さん、この鬼太郎ロード今年で20周年を迎えることができました。鬼太郎ロードの成人式です。大きく大きく皆さんに育てていただきまして、ブロンズ像は153体に増えました。ゆっくりゆっくり回っていただきまして、途中休憩を取っていただきながら今日一日境港でお楽しみください。この会場では第15回目を迎えるゲゲゲの鬼太郎ネタ飛ばし大会を開催中です。今日一日限定のイベントです。お気軽に参加いただけるイベントですのでお待ちしています。会場内で下駄飛ばし2回蹴っていただいた方、競技終わりましたら隣のブースへ進んでください。抽選会を行います。抽選会をした後はかき氷引き換え券で美味しいかき氷をお召し上がりくださいね。かき氷のオーダーは自由です。味もお好みでミックスも受けたまります。あなたのお好みにカスタマイズしてお召し上がりください。あとは会場内おいしいものブースがありますのでお立ち寄りくださいね。着々と準備も進んでいます。あと会場のカメラスポットとしましては、福山から来てくれましたゲタリンピックメンバーの皆さんの素敵な笑顔、その隣には大きな大きなゲタが来てくれました。福山からはるばるトラックのお城を揺らしながら頑張って運んでくださいました。縦が3メートル、横も3メートル、ご覧ください。大きな大きな下駄、ひときわ目を引きますよね。この前での記念写真おすすめしています。広島県福山市から来てくれました。下駄リンピック開催は9月15日日曜日、ぜひお出かけください。
下駄と塩と畳の町、広島県福山市デタリンピック会場では、スタッフの皆さん応援に駆けつけてくださいました。素敵な笑顔も印象的です。会場内時間が許します限りゆっくりお楽しみください。ようこそお越しくださいました。こんにちは。はい、ようこそお越しくださいました。会場が安いですからね、ぜひうちわでパタパタ楽しんでくださいね。本日はご来場いただきましてありがとうございます。鳥取県境港市、こちらの会場、ゲゲゲの鬼太郎ゲタ飛ばし大会開催中です。夏休みの楽しい思い出をもう一つ増やしてくださいね。こんにちは。後で写真撮っていてくださいね。ようこそお越しくださいました。大会長、ようこそお越しくださいました。どうですか、競技の方は。何かコツがあったら教えてください。コツは何回も蹴ることです。リベンジ可能です。我をという方、もう一度チャレンジください。蹴り上げますと上に上がりますので、斜め前に押し出す感じで蹴っていただきますと飛距離が出ると思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。何回も蹴ること、上に蹴り上げないこと、ということでコツがありました。ありがとうございます。まあ、体で覚える、体で前へ前へとイメージをして飛ばしてください。おー、飛んだ。記録が楽しみです。世界記録にぜひあなたもチャレンジしてください。いいですね、この高港の空に下山の舞う姿、これぞ夏の風物詩。このチャンスをぜひ逃さないように。さあ、会場内では青い T シャツの広島県福山市から来てくださいましたゲタリンピックのスタッフの皆さんも参加いただいています。ありがとうございます。今年20周年を記念して福山からはるばる大きな大きなゲタと一緒に来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲタリンピックも9月15日の日曜日に開催予定です。この境港のゲタ飛ばし大会と同じルールで行いますので、我こそはという方はマイゲタを購入していただきまして、福山のゲタリンピックにも参加いただきたい。会場内ではゲタの販売も行っていますよ。大人用と子供用、ゲタが逃げやすいように、飛びやすいように少し鼻緒の長さを調節してある特殊のゲタなんです。ぜひ手に取ってご覧ください。歩くもよし、飾るもよし、参加はなおよしということで、ゲタも販売中です。太郎ゲタ飛ばし大会開催中です。いいなあ。お、飛んで。いいなあ。パパ記録なしやから。何やったの？難しいよこれ。8m20cm。待った。ギルが一番や。パパ記録なしや。